ああ、他にも追加マップあったんだ。へえ。ザ・ピネじゃん、これは。ザピン。ここね、結構複雑なんだよね。屋内線って感じの。待って、じゃあストナーやめた。ブルフロック。あ、屋内線、なんだ、で？広くて複雑なんだよ。車線、距離が長めの複まあ、雑。初見マップを確かめるときは SMG よ。SMG 多分端っこしか通れないわ。え？ジャストな。いや、端っこはマジで SMG ショットガンの距離だなって感じ。PDW も懐かしい。一言でこのマップはいいマップか悪いマップか。いや、俺サーチでしかやってないから何とも言えないんだけど。なんかレインボーにありそうなマップだな。あ、ね。いや、なんか本当にそんな感じなんだけど。もう待たれてる。おお、待たれてる。なんかね、俺ここの教法わかんねえんだよね。俺は初見だから何も人考相えあずるいに。マップと思ってます。俺もなんかや、サーチでは何とも思わなかったけど、他のモードは なんかなって感じ。もう 自分のことチンって言わんでくれる？あれこれ。いや、多分 FGO かなみたいな。そう、僕の認識は、ピネハワル文明大アンテ昔ナの艦。何？昭和天皇がお気持ち表明するときにあ、っそていう。う、さと思ってんだけど。あ、そっちか。やめろ、一般人が慎んで玉音みたいなこと言うな。あ、今さ、2倍つけてるんだけどさ、え？2倍。うん。見やすいわ、こりゃ。こりゃ見やすいわ。視力悪い人が初めてメガネつけたぐらいの感覚だわ。玉音ボイ。おまけにトリガーハッピーだわ。めっちゃ撃ってくるやん。キャー、ビーポの場所はいいかもね。俺こういうところなら、俺遠方からもう LMG をシコシコ打ちたくなっちゃう。腰ダメストナーめっちゃ強えな。レーザーサイド。あ、クソエイム。リスを荒らさずにはいられない。住んでるとこが田舎やから、最近めっちゃ寒いキャンペーンなんですか。どう？いや、西日本のはずなのにここも最近寒いんだよ。ジョーカーさん顔つくらい強いぞ。北海道生まれ北海道育ちだったから、北海道以外は常夏だと思ってたんだけど、そうでもない。これも敵の A ポからの進行を抑えたらもう勝ちでは？ ねえ。タイミング悪いな。昨日岡山雪降りましたもん。北海道生まれ北海道育ちって、ま、それともネタ？いやいや、まだよ。それはまだよ。北海道生まれ。
かい。俺は毎日クマを飼って生活していた。それは嘘だけど。何毎日クマを飼ってていたって聞いたことないんだけど。マジかよ、キャンペーン兄貴最低だな。やべえ、ビーポ防衛最強ポジを見つけてしまったようだ。マジ、今日も見つけた。最近、大阪も寒いんじゃ。友達大阪にいる。あー、タイミング悪いな。大阪ね、USJ に行ったっきりだね。USJ 一回も行ったことないもん。いや、ほんとさ、最後に旅行行ったのがさ、うん、一昨年の夏だったからさ、うん、神タイミングだと思わない？今、ちょうどなる前みたいに、なる前ってか、もう旅行なんてできないもん、今。なるほど。そういや、フラクチャー城のミッション開始地点の後ろにストーナーちゃんあったぞ。マジで？おー、俺が来てしまった。お前もストーナー使ってるんやないかい。しかも俺と同じサイトにサブがついてる極悪仕様やないかい。いや、まだね、完全な悪じゃないから、このカスタム。いや、悪だよ、悪だよ。まだ完全悪じゃないから。もっとね、最悪なカスタムできるんだよ。いや、ファインダーに通じるものがある悪だよ、それは。ファインダーもやばかったよ。あれはハイライト構成の超倍率武器だからな、あれつけた瞬間。本当にここにしやすいよね。強すぎるんだよ。こっちもこっちで遠方の敵は狙いやすいな。聞こえるきつくないから。ジョーカーさんのカスタムが一番極悪だから許します。ビーポは仲間に任せよう。あれ、これなんかリスポーン。いや、大丈夫か。もっと威力下げてもろて、ここで手打ちにしちゃう。俺は進む。お、あ、なに、ここ通れるの。へえ。え、なにここ。帰るすんごい下打ちだった。お前やっぱ嫌われてんだよ、その武器は。言っただろ、ソナに下打ちだ。ソナは嫌われるんやって。いいよ、別にゲームで嫌われても。どうでもいいよ。極悪カスタム、剣も使ってるがな、福山純ボイス。いや、チンもね、この武器とても好きになってしまう。なりきり。なってしまう。チンも。うん。同じ人ばっかりキルしてるとね、チン申し訳ない気持ちになってくる。ルージン A? あ、リス変わったね。あ、さすがに変わった。まあ、関係ねえ。おまくて。あれ？おうそ。リスがよくわからんことになってる。ねえ。Multiple enemy spy plane contacts. Losing Bravo.ゲット。
フィールドマイクまみれだな。とりあえずエーポのコーンの上にいる敵を買ってやる、買ってやる、かっ、くそ4人ぐらいいるし。不法の飛行艇がキャラがブレブレ、マードのキャラもブレブレ。あぶね。どのキャラもブレブレ。チンネイ、今まで絶対キャラ崩壊する。キャラ安定したことないね、一回も。わわわわ。あら。なんだこいつ。あぶね。足音も余裕で聞こえるな。時代は忍者だよ。やっぱ忍者ほぼ必須みたいなところあるし。そうだよ。今時足音聞かれるんだけどすごい不利だよね。そうだよ。今時あんた忍者じゃないのって言われちゃう。やばい、リロードが間に合わない。急いで。よし。めっちゃ見てる。ミサイル発射。映らんし。映った。もう送れまくるもんね。アルファ取っちゃうぞ。はい。忍者怖い。ああ。俺あと445ポイントでヘリガンナーなんだけど。終わりよ。終わるんだよね。ここでヘリガンナー弱いと思う。弱いと思う。ヘリガンナー普通に疲れたからストリーク変えよう。お前オービタルにする。その辺が一番いい。オービタルだっけ、なんかハープだ、ハープ。なんでもいいけど勝手に働いてくれるストリークが一番いい。パティア思えて。ハワー。ハワー。人の立ち回り賢い。いやだって俺なら今の絶対突っ込んじゃうもん。それは賢くないわ。